この店で雪イラの料理を目の前にして食ってはならぬだと。ならばよろしくします。こらこれだけ。お前も聞くか、俺のドンが語る言葉を。てめえ俺の店を潰す気か。私に乗って。じらすだけじらして。とにかく合宿はまだ始まったばかり、体のメンテナンスはしっかり。田所はったみてえだな。よかったな、田所。朝食の王道メニューの一つだが、決して新しい料理とは言えない。リンゴの王子様の。アポ。何見てんだよ、てめえ。おい、クラス。やかましや、そんな唐揚げがなんや、ジュンや。口に広がる辛さの勢いも全然違う。ずっとずっと。おお。みんな、なしているんだべ。僕の世代か。私の手まり弁当みたいね。確かにお前のすげえうまそう。あらげいかん、意識を持って帰る。うまみのその内臓グロい鮮血な。ハハ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 。次の缶がない。いいところ。私たちみんなずっともだよ。そのチャンスをもらえてお得って感じっすわ。ユキヒロ一緒に来てくれ、憎み。素晴らしいさ。適当なこと言うな。俺はてめえより下がってるのだ。食いながら叫ぶな。くれた顔してたのに、ちっちゃなマシになったな。無駄口を叩いて。魚の切り方はメダイオン、ダルネ、トロンソン、エスカロップ。待ってたよ、相馬くん。月経祭に我らが今日。私食べたよ、相馬くん。ああ、分かっちゃいだ。ものすごく趣味が合ってる。キビアックやシュールス。綺麗ね。ちょっと。君に初めて料理を教えた日から10年を経た。はい、一緒に頑張ろうね、エリーナ。ね、受けろよ、直撃。あれ、どうかしたんですか、エーザン先輩。お前、余計なことしたらダメ。しげ。それ俺の親父っすわ。どうだった。一切はあらがえない。一次試験合格よ。試験官さん、俺らを落としたいんなら体細くて泣いてるんじゃないかって、私心配だった。それで少しでも力になれた。ってきたのはそのためなんだよ。だから勝負からよそ見されちゃたまん。親父斎場長一郎、それに潜在も。てっぺん取るな、俺だっつの。下々の者は黙っていなさい。誰がこの少年だと。雪平相馬、丈一郎のもとに。割れるとは思わなかったな。よし、決めたよ、白津くん。君のことは了承。白津ジュリオ。Oh.
彼の怖さが食べる人に楽しんでもらうため、あらゆる兄、こいつがお前を食っちゃうぜ。試してみればいいぜ、お味をご老じろや。はあ、汗拭いて、うっす、喉乾いた、お茶急いでよね。はい、もう一度お願いします、コーチ。相場なら乗り切ってただろうに、お前と違ってな。バット、あなたどれだけ美味か知りたいのでしょう。行くぞナキ。君にとっての前菜だというのかい。原始人だ。なるほど、さすが雪平。エリナちゃん、クソバだぞ、そんな平凡なメニューで。なんて、エリナは俺のもんだ、絶対に譲れない。あ、何言ってんだ親父。え、親父の弟子だったってな、うん、え、モナカ。パラパラ潮降り、パラパパパー、ホホホイホ。気持ちを弾けさせなよ。首を洗って待ってやがれ、魔王。うん、すまんねえ、料理やってんな。